いやまた質問があるんですけど、はい、あのこう言葉が出てこなかったりとか、うんうんうん、言葉に詰まったりとかする時があるんですけど、うん、そういう時こうどうしたらいいんですかね。あ、詰まる時ですよね。どんな時こう出てこなかったり詰まったりしますか。そうですね、あのそう社長とか専務とか、うん、そういう時の話す時とかですね。そうですよね。いや結構お偉い方とかね、役職がある方とかで、ね、緊張しますよね、喋る時にね、何、はい、か言われないかとかね。そうだな、これね自慢じゃないですけど、私も特に20代の頃、はい、もう激詰めされた経験があって特にちょっと今までの社会人経験もそうなんですけど、社長の、僕も社長の側近で働くこと結構多かったんですよ。で社長たるや、まあ、社長たるゆえんというかね、やっぱりあの豪快じゃないですか、はい、あと威厳もあるし、だからまあ社長やられてると思うんですけど、はい、とにかく怖いっすよね、はい、だから言葉が出なくなったりとか、まあ、逆に言うと雷に落とされたりとか、うん、まあ、会議中にあの1時間ずっと詰め続けられて、まあ、その後トイレで泣いたりとかありましたからね。だから自慢じゃないけど結構その経験は僕あると思うんですよ、うん、あの言葉が出てこなかったりで、ね、あーってこう萎縮してしまったりとか、でそれをこう突破してった方法なんですけども、多分ですね、まあいろいろ言われるじゃないですか、はい、でなんでこう言葉が出てこないか、緊張したり言いたいことが言えないかっていうと、まあ、僕の場合は大きく2つあって、はい、まず1個は叱られたくない、うん、そう、変なこと言ってね、違うとか言われたくないですもんね。そうですね。でもう一つは褒められたい、いいこと言いたい、で、おなるほどお前なかなか分かっとるじゃないかみたいなね、そうですかみたいな、まあ大きくはこの叱られたくないっていうの、褒められたいっていうことかなと思うんですよ、はい、でこれ不思議なことにね、例えば超気合い入れてで準備をして一生懸命作った提案がですね、もう5秒で否決されたりっていうこともあるし、まあ、逆に言うと、まあ、ちょっとこう適当に作ってこれどうでしょうかって出したら、あ、いいんじゃないって言って、あ、いいのかいみたいなこともあったり、まあ、時間がなくてたまたまね提案を通したりとか、あ、これ例えばなんか料理作るのでもですね、すっごいもう丁寧に、今節丁寧にこう研究して作って料理を出したら、あんまり相手の反応が、うん、美味しいみたいな、あんまり、あ、いまいちみたいな、うんうんうん、あったりとか、逆に言うと余り物だけでバーって作って、はいって適当に出したら、うまーって、お袋の味がするみたいなそのあるじゃないですか、はい、まあ、何が言いたいかというと、その相手の反応っていうのは、相手の胸三寸でね、こちらではコントロールできないっていうこと、うん、その置かれている状況の環境とかもあるし、まあ、たまたま虫がいるの居所が悪かったなんてこともあるし、上司が奥さんと喧嘩してたとかね家出中だったみたいな時に、なんかちょっと時間いいですかだ、なんだみたいな怒ってる、いきなりこれどうしようもないなっていうことが結論なんですよ。あの要するに相手の状況をコントロールすることは、あ、まあできないと、うん、まあ、だから変な話あれですね、日本の GDP を僕が倍にしますみたいなね、1000兆にしますみたいな、まあ、今あのから倍にしますぐらい、いやなんで1000兆にならないんだ日本の GDP はっつって僕が悩んでるのと同じぐらい、どうしようもないこと、うん、じゃあどうしたらいいかって言えば、自分のコントロールできることに集中するというと、まあ、それはたった一つで、全力を尽くすということ、うん、もう何言われるかわからないんですよ。その褒められるかもしれないし叱られるかもしれないですけど、でもこれを今これを伝えるってことにこう全力を尽くす、うん、もうこれしかできないなと思ったんですよね。ただ何か丸腰で言おうと思っても言葉すら出てこないので、だから当然その場で全力を尽くすっていうのと、もう一個2個1セットで事前に視力を尽くす、うん、これはセットなんですよ。やっぱり準備とか経験とか、それに対する、例えばこんなこと言ったら上司は社長は何て反応するだろうかっていうの、全く丸腰で出てったらそれは会話にならないですよね、うん、だからある程度の知識を備えたりとか、社長の動向を想像したりとか、
あと、まあ、社長はこう言ってるけどでも僕は絶対こっちの方がいいんだよな、どうだろうな、そこはどうかな、でもこうだよな、なんていうこの伝えるまでの事前の準備だから当然伝える時に全力を尽くす、で事前に視力を尽くしとく、はい、でもう言うとあとは神のみぞ知るっていうことだなと思うんですよね。だから言葉が出てこないっていうことはもう本当によくわかるんですよ。僕も散々経験があるからそうなんですけれども、だから今日、まあ、もしねあのヒントがあるとすれば相手の反応によってやっぱりそれって出てこなかったりすると思うんです。気になってとかね、はい、あの叱られたくないとか褒められたりとかあると思うんですけども、まず一つはその相手の反応っていうのはこちらではどうしようもないと、コントロールできるものではない、だからコントロールできるものに特化しましょう、うん、でそれは、その場もう全力を尽くす、全力を尽くして伝えるということ、ただ何もなければ何も出てこないので事前に視力を尽くしておくと、準備をしたり経験をしたくっていうことがヒントになればなと思います、はい